金平梅。今日はダメです、人がいるから。また今度。その時の私の辛さ分かってくれるよね、カキン。もちろんです。道に迷って行き着いたとはいえ、絶対にまた来てやると心に誓い、その家の主を突き止めた。ところがこれが厄介なことに、引退した老軍人夫妻の家で、近所でも有名な頑固者だそうだ。そんなところに今回の話などとても持っていけない。分かってくれるよね。はい。でも私はどうしてもあの乳首が忘れられないんだ。あの白い肌に花芯のように色づいたあの乳首が。私はあの夕顔のもとに通った。季節が変わり花が終わってしまったら、それきりになってしまうと思って。だが二度目はなかなか現れなかった。半ば志がくじけかけていた頃、毎日来てくださって嬉しい。でも今は答えられないけど、いつか。何を。だってこのままじゃ申し訳ないから。あろうことか私のものは口に含まれ、もてあそばれ。ダメだ。そんなにしたらダメ。ふう。今はこれだけなの。ごめんなさい。でもきっといつか。わかった、毎日通うよ。嬉しい。その時は私のここにくださいね。うわっ、そう言ってくれたんだ。だから私は通うんだよ。あの夕顔の女を抱く日まで。分かってくれるよね。はい、分かります。嬉しいよ、カキン。分かってくれるのは君だけだよ。ありがとうございました。お疲れ様。大丈夫？はい。また夕顔の女？はい、なんだかひどくなっていました。ショウソンさん、奥さんとうまくいっていないみたいだから、欲求不満が溜まってるのかしらね。ただいま。お帰りなさい。どちらにいらしてたの？仕事だよ。言っただろう。嘘。他に女がいるんでしょ。何を言うんだ。とんだ言いがかりだ。ではなぜ抱いてくださらないの？それは疲れてるだけだよ。嘘。旦那様は嘘ついてるわ。絶対に女がいる。だって私のこと全然見てくれないし、子供が欲しいってずっと言ってるのに。どちらに？お前がうるさいから外に出る。また他の女のところね。許さないわ。行かせません。いい加減にしろ。
お前に比べたらあの夕顔の、夕顔、それが相手の名前ね。違う、今のお前に比べたら夕顔の花の方がマシだって言ってるんだ。嘘よ、突き止めてやるわ。その女の正体、私から旦那様を奪ったことを後悔させてやる。というわけで、これで話を合わせてくれないか。妻は浮気を疑っているが、その相手は課金だと思わせたいんだ。相手が狂わぬもので、しかも男なら妻も諦めてくれるだろう。どうする？こっちは構わないですよ。ありがとう、君たちなら分かってくれると思ったんだ。よろしく頼むよ。どうしました、ケイソさん。来ちゃったわ、李少尊の妻。さあ行くわよ、課金。はい、ケイソさん。お待たせしました、私が課金でございます。妻の構想玉でございます。あなたが旦那様の、なんて美しい娘。旦那様が私よりあなたを選ぶのは当然だわ。奥様、お嘆きになることはございません。私は男でございます。男？そうです、私はただの旦那様の常時の相手。とても奥様のように情けをいただける存在ではありません。旦那様の興味がなくなれば、すぐに捨てられる紙風船のようなもの。奥様がご心配されることは何もございません。そうですわ奥様、課金のことはただの浮気、いえ浮気にすらならないかと。そうね、あなたたちの言う通り、旦那様がここに通うのはただの息抜き、そう思うことにするわ。ありがとうございました。よかったわ、あっさりとうまくいってね。はい。違う、旦那様の相手は課金ではない。だって課金には優雅を思わせるところがないんですもの。旦那様、今日クルワに行って課金に会ってきました。やはりクルワを突き止めたか。課金が男だってもっと早く教えてくださればよかったのに。え、とんだ取り越し苦労でしたわ。私ずっとガチョウに嫉妬していたも同然ですもの。そうなんだよ、分かってくれたかい。はい旦那様。でもやはりあまりにも放っておかれるのは辛いですわ。そうだな、このまま信じさせてしまえば、よし、もう一押しだ。ここは我慢して。総玉。旦那様、旦那様、あ、夕顔の女と全く違う、あの乳首、思い出しただけでもう、旦那様、旦那様。
よかったよ、総玉。分かってくれて嬉しいよ。この男、私のことなんかかけらも思っていない。心はどこか別の女のところにある。誰なの、夕顔の女。必ず突き止めてやる。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただきました。とっても励みになりますわね、旦那様。平次、あんたはいいの？だって皆様、どうぞよろしくお願いします。ひどいわ、キネさん。あなたたち、おやめなさい。